先月の記録的な大雨で多くの住宅が浸水被害を受けた佐賀県大町町や嬉野市で今日から住宅支援の受付が始まりました。午前9時、大町町役場には申請のため多くの人が訪れました。できるだけですね、自分でやりたいと思ってるんですけれども、どうしても経済的な収入が得られないもんですから、そちらの支援をお願いせざるを得ないかなと。住宅支援は災害救助法が適用された大町町と嬉野市で今日から、武雄市で3日から受付が始まり、家屋が全壊した被災者には行政がみなし仮設住宅を借り上げ、敷金や家賃など最大8万円を負担します。また応急修理費として半壊以上に59万5千円、準半壊に30万円を限度に補助します。受付は11月11日までとなっています。